北上川河川歴史公園は、宮城県登米市にある北上川と旧北上川の分流する地点の中州に設置された歴史公園。本園は、登米市と石巻市の市境に位置し、北上川と旧北上川が分流する人工的な中州にある公園で、北上川の治水の歴史が学べる。北上川と旧北上川の分流地点には、建設時期に70年以上の隔たりがある新旧二組の新井堰と水門が共存している。明治43年の8月9月、全国で大水害が発生。北上川流域も同様で、挟間川や旧北上川沿線地域の水害による被害を軽くするために、明治政府は明治44年から昭和9年にかけて、新しい北上川を柳津から飯野川まで 12km 開削することと決定。北上川の水の大半を拡幅した津波川を経由して津波湾に流すことにした。これが新北上川である。これにより、旧北上川の水量は旧北上川分流施設で調節可能になった。時葉新井堰と脇谷新井堰の間には、時葉締切堤762mを築いた。この締切堤防のところが、現在の北上川河川歴史公園となっている。時葉締切堤と脇谷閘門は、昭和6年、時葉新井堰と脇谷新井堰は昭和7年に完成、時浪水門と脇谷水門は後になって作られた。北側には、JR 東日本、気仙沼線の線路や鉄橋。西側に三陸自動車道やその橋梁、南側に県道61号線、東側に国道342号線が走っている。公園には全体が見渡せる展望台を設置し、北側では時葉新井堰の様子が、南側では脇谷新井堰、閘門の様子など歴史的建造物が見学できる。津山川入口より進入し、展望広場脇の駐車場が無料で利用可能だが、豊里川への通り抜けはできない。また、増水時には、ほぼ時葉締切堤の上を走る、アスファルト通路より低い北上川本流側は、水没することもある。そのためか、植栽に木はほとんど用いられていない。ありがとうございます。